こんにちは、たばちゃんこと田畑めぐみです。こんにちは、さとくんこと佐藤圭一です。そしてあらぶんじゃくんです。さあ、たばさとゴートピックスでは皆さんから寄せられた情報を中心に僕と田畑さんが取材してきた話題をお送りしていきます。さて、あらぶんじゃくん、今週はどんなトピックスがあるのかな。それは見てからのお楽しみ。あらぶんじゃくんは本当かわいいね。あれ、私はあらぶんじゃくんは、それではこちらをご覧ください。どうぞ。ダマサト GO! 10月20日土曜日、千代田区役所で第10回福祉祭りが開催されました。このイベントは千代田区に住み、働き、学ぶ多くの人たちが参加し、出会いや触れ合いを通じて共に支え合う千代田の福祉コミュニティを作ることを実感できるイベントで、今年もたくさんの人が来場しました。千代田区の支え合うこの福祉ものをもっともっと充実していきたい、こういう願いの中での福祉祭りでございます。よろしく今後ともお願いしたいと思っております。本当に今日はありがとうございました。まさに地域福祉をみんなの手で作っていくという思いでございます。どうぞ今日一日楽しんでいただきたいということを申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。本日はありがとうございました。今年の福祉祭りでは10周年特別企画として、笑顔の写真展やふれあい川柳展が実施されました。さらに震災復興プロジェクトとしての企画も行われました。こちらは復興応援コーナーです。岩手県大槌町の物産販売や福島県から千代田区に避難してきた方が、区内のボランティアの皆さんと一緒に作ったタオルの像、みんなの未来を守りたい像が販売されていました。こちらは福島県の郷土玩具である赤べこの絵付け体験コーナーです。どんな赤べこ作りたいの？キラキラして。その他にも展示体験コーナーや日頃の福祉活動で作られた作品の販売などが行われ、子どもから大人まで楽しみながら福祉に触れることができました。こういう模様を通して買っていただいて、皆さんも喜んでいただけるってことがとても楽しみです。京都の団体なんですけど、千代田区の市ヶ谷の方に事務所が、東京事務所があるので、ちょっと皆様と知っていただきたくて今回出展しました。すごい関心を持っていただけてるので楽しいです。来てみていかがですか？楽しいです。子どももいろいろゲームしたり、お菓子もらって喜んでます。おいしい。続いてお送りする話題は、10月20日と21日に行われた第14回根津千駄木下町祭りです。下町情緒あふれる根津千駄木で毎年開催されるこのお祭り、今年もメイン会場の根津神社をはじめ、町中に点在するサブ会場でさまざまなイベントが行われました。今年の下町祭りでは森鴎外生誕150周年を記念した企画が行われました。根津神社の物産展では、鴎外ゆかりの名家店や森鴎外の出身地島根県津和野町の物産展が出展しました。さらに下町祭りの期間中、森鴎外記念館がプレオープンして、一足早く施設の一部が公開されました。また塩見地域活動センターでは鴎外特別企画展が開催され、こちらでは森鴎外ゆかりの人物についてのパネル展示や、本郷図書館発行のリーフレット、さらにペーパークラフトの等身大森鴎外などがあり、さまざまな形で森鴎外を紹介していました。その他にも根津神社ではバナナのたたき売りや猿回しといったパフォーマンスをはじめ、
フリーマーケットや子ども広場などがあり、子どもから大人まで多くの人が楽しむ姿が見られました。何が楽しかった？シャボン玉。シャボン玉。さらにサブ会場でも展示のイベントや和太鼓の演奏などがあり、下町祭りを盛り上げていました。最後にお送りするのは、10月27日土曜日に千代田区岩本町の地蔵橋東児童遊園で行われた第5回ふれあい広場の話題です。さあ、このふれあい広場とはどんなイベントになるんでしょうか？去年の震災を、がありまして、その時に近所の方々が出てきました。見知らぬ方も多かったんですけども、そういうところで近所の方々と助け合いながらですね、その地震を乗り越えたというところで、皆さんで触れ合いということで、助け合いの広場を作ることにしました。町会の方々を含めて、みんなで協力しながら災害に立ち向かおうと、そういう目的でございます。あ、皆さんおはようございます。第5回目になります、触れ合い広場をこれから始めます。町会長、神田消防署担当係長の挨拶などの後、いよいよ訓練がスタート。状況をお知らせください。第1班異常ありません。第2班異常ありません。第3班、はい、不審者の後ろで負傷者、負傷者があるようで、負傷者が出たという設定で、町会長が指示をして担架訓練から始まりました。場所に、竿を置きますね。はい、毛布と物干し竿だけで担架が出来上がりました。救護所まで搬送しましょう。こちらは実際に本物の火を使っての消火訓練。皆さん消火器の使い方を再確認していました。わかりますか？また AED を使った心肺蘇生法の実習コーナーも設けられました。そのほか、千代田区の寄進車や神田消防署のはしご車も登場しました。子ども消防士さんになってはしご車体験。みんな勇ましいですね。やっぱ見てるの、テレビで見てるのと実際やってみるのは全然違うので、もっと今日もね、たくさんの方が来てくださる、もっとたくさんの方が来てくださるといいのになと思いました。今まで自分の思ってたよりも違った部分がだいぶありましたんで、あ、認識を新たにさせていただきました。ご近所仲良くやって、防災に努めたいと思っております。いかがでしたでしょうか？田畑ゴートピックスでは皆さんからの情報をお待ちしています。どんな小さな話題でも構いません。どしどしお寄せください。情報をくださった方には漏れなくこちらのアラ文書くんクリアファイルをプレゼントします。宛先はこちらです。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。